中岩ダムは、木の川上流にある、重力式、アーチダム。建設は1924年と古く、第二次世界大戦前から存在する数少ない、日本の重力式、アーチダムとされ、土木学会の、日本の近代土木遺産に演する重要な土木、構造物に専戦に選定されている。1924年、日本初の発電用コンクリートダム、黒部ダム及び、 下垣発電所で行われていた東京市電への電力供給のための長距離送電における発電量のさらなる増大を目的に小田急電鉄の前身である絹川水力電気株式会社によって建設されたダム湖中岩貯水池には絹川発電所竹の沢発電所の放流水及び小川川からの水が流入し中岩ダムは常に一定量を放流する逆調整の 役目を担っている。戦後の再開発で発電に使う水量が増加したことに伴い、1963年に西古谷ダムが建設された。以降、中岩ダムと西古谷ダムの二つが、絹川発電所の調整地として機能している。中岩貯水池で取水した水は、ダム横の東京電力、リニューアブルパワー中意発電所で発電に利用され、絹川に放流される。 ダムウガンにはアイスハーバー式の漁道が設けられており、アユ、ヤマメ、ウグイなどが遡上する。中岩ダムは、絹川上流域の全流量を調整する位置に建設され、電力需要の少ない早朝はダム放流が止められていた。そのことで早朝と電力ピークの夕方では大きな差が生じ、放流量の日内変動は、下流平野部の河川水位に大きな変動を及ぼした。 これによってダム運用開始時から絹川水力電気と下流の農業水利未来との間で放流の方法をめぐる激しい水利紛争が起こった。1932年、栃木県知事の調停によって中岩ダムが灌え期間中自然流量を放流する逆調整を行うという条件で妥結し、紛争は和解した。 1967年から1969年にかけて大規模な改修が行われ、腰流部は10門から6門に変更されたほか、包み高は1.7メートルか産議されている。東部日光線新港徳駅から1キロメートル。ありがとうございます。